今日のゲストは以前動画を出しました鈴木ラナさん、書きたい字は黒板アートということで、この間ラナさんのスペースにちょっとお呼ばれしておしゃべりして、まあ、それの延長みたいな感じで今日はつなげたらいいなと思っています。こんにちは、見ます？こんにちは。ちょっと猫ちゃんちょっとラグがあるかな。イヤホンあります？あれでした、PC だとイヤホンつながらない、うん、でもなんかさっきより音安定してきてる。大丈夫そうですか？はい。最初に名前と年とお願いしてもよろしいですか？はい、大丈夫です。はい。はい。めっちゃ緊張してる。収録だと逆にこう、ここ切り取られるのかみたいな緊張なるほどね。はい、どうぞ。はい、じゃあ喋ります。はい。黒板アート作家の鈴木ラナと申します。はい。年齢？年齢。言っても大丈夫？やばい。あ、大丈夫。プロフィール出てるので。ああ。年は今26です。26ですね。はい。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。そっか。一番最初、もう年上だと思ってたんですよ。茶子先生。私29なの。今29。そう。ああ、お姉さんだ。やめて、お姉さん、やだ。ちょっとお姉さん大好きなんですよ。お姉さん好き。なんかラナさんの家、家族であれやってません？干支の絵をさ、描いてません？親戚か、あれ。親戚同士で集まって。あ、描いてます、描いてます、描いてます。あれね、おばあちゃん家のあたりで、なんか宴会みたいなのがあって、うんうん、これをやる、ああいうなんか親戚っていいなと思って。あれ、無理やり私が描かせてます。そうすると、しかも酔っ払いの絵が見れるじゃないですか。今回は干支ですとか言って、なんか、もう、お題ですみたいな感じだとみんな仕方なく書いてくれる。へえ、面白いな。やっぱね、お酒入ってたりしたらね、みんなやってくれたりするもんな、うん、確かに。すごい、めっちゃ綺麗。いや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 、ありがとうございます。めっちゃ嫌いなんですけど、黒っていう字むずくないですか？むずいです。本当にむずい。私、うん、その普段の文字があんまり綺麗じゃないので、例えばお仕事で書くってなったら、うん、フォントを見てこう一発書きとかじゃなくて、それを忠実に打つみたいなことはやるんですけど、うんうんうん、ゴシック体とかそういうのが多い、はい、なるほどね。だから文字って難しいですよね。綺麗な四角書ければいいわけでもないし。そう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 。これシンメトリーだけど、なんか実はあんまり左右対称じゃなかったりね、細かく見てったらね、はいはい、っていうのはありますけど、ちょっと黒かけちゃったんで、もう黒からいこうかな。真ん中二つはちょっと短めにして、ここに隙間ができるとかっこよいです。何個か書いてみましょうか。はい。そう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 、すごい集中力だな。こんな静かでいいのかとか今思って。全然大丈夫です。絵描きながらは割と喋れます。それはなんで、なんでめっちゃ神経使いません？だって本当に余ってるから。あー、そういうことか。多分人よりは。お話しするのは基本好きな方です。いいです。うーん、ただ別に一人でいるのが嫌いってわけじゃなくて、せっかく人といたらおしゃべりしたいなーっていうか、空間を共有する感じは好きなので、はいはい、別になんか喋んなきゃって焦るようなことはなくて、うんうんうん、ただおしゃべり大好きだと、おしゃべりずっとやってるのが好きです、ね。あー、なるほどね。どうどう。わわ、めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗。この上の部分も超綺麗。バランスいいと思います。いいいい。オッケーオッケー。バッチリですよ。やったな。この間めっちゃまたツイッター当たってきたんですよ。おぉ。そう。生卵をさ、箸でつっついてさ、割れる瞬間みたいな絵あるじゃないですか。うん。黒板の線があんなに残ってんのに、なんであんなに美味しそうなんだろうって思ってね。そう、あれ、黒板の線が残ってるのは、フォークの一本一本の線ですよ、ね。はい、はい、そう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 。はい。あの黒板全然色もならなかったんですよ。あ、そういうことなんですか？あ、なるほど。そのハッチングって言うんですけど、はいはいはい、線を重ねて重ねて、はい、そう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 。そうやって遠目で見た時にその面を感じれればいいわけで、なるほど。塗りつぶしできない状況なので、そうするしかなくてああなってるんですよ。じゃあ、あの黒板って、だから、待ってくださいよ。こういう塗りができなかったってこと？あ、そうです。そんな黒板あるんだ。そっちの字の黒板の方どうですか？こっちはね、割と乗る。あ、乗る、綺麗ですね。そう、乗るの。なんかこれたまに、うん、めっちゃ、もそもそになっちゃうやつあるじゃないですか。あるある。それの、もう一番ひどいやつですよね、乗らないって。
新品の黒板だと結構その、うん、ちゃんと表面がザラザラしてるから、うんうんうん、粉がちゃんと引っかかって綺麗に描けるんですけど、うんうん、もう摩耗してんのか。例えば使われてて、そう表面のこう取っかかりみたいなのがこうそう摩耗してなくなってる黒板だったりとか、メーカーとかによっても違うかもしれない。すげえな。でもそれってあれですよね、その例えばこのこういう風にしかもう描けないなっていうのは、そこに行ってみて、現場に行ってみて初めてわかるんですよね。そう、行ってみると分かんないです。それめっちゃ予定狂いませんか。いや、もうどういう黒板だろうなって思っていくから、うん、そっちのパターンもあり得ると思っていきます。あ、じゃあその生卵の時は、それが初めてではなかったんですか。あ、そうですね、結構あります、学校だと。へー、すげえ。一番バズったあの目を消してるやつも、うんうん、あんまり乗らない黒板だったと記憶してます。マジで。そう、あれも結構線残ってるじゃないですか。そうそうそう、実際肌を塗るってなったら、うん、こうチョークを寝かせたくなっちゃうと思うんですけど、それができなかったから多分チョーク立ててるんだと思ってて。へー、構想してる時はあんなにすごいものになるとは思ってました。思ってないです。あ、てかもうその、うん、書いてる時は基本的にその次の日子供たちどういう反応するかなっていうあれなので、うんうん、インターネットでどうあんまり考えてないですね。元のモチーフの得意分野として人間の顔って全然書けないんですよ。そうなんだ。食べ物とか工業製品とかそういうのは結構描くの好きなんですけど、はいはいはい、人間ってどうしてもそのルーツがそのキャラクターの模写とかからだから、あのリアルに描くってすごいハードル高くて、なんか人間描くと手癖出るじゃないですか。確かに確かに。だからキャラクターっぽくはしたくなくて。そうですね、リアルですもんね。だから、うん。まあ、写真模写とかいろいろこう、資料を集めたから、ま、こうなってるっていうか、ここまで持っていけてるんですけど。へー。ちっちゃい目をこんだけ大きく描くわけだから、ひたするとすごい、あの、まあ、自分の実力がものに出るっていうか、拙さが出ちゃうの嫌だなって思って、こう自分の持ってる最大の力を引き出さないと、これはちょっと頑張りたいなと思って。そうか、そういう感じだったんだ。そうですね。で、一日たっぷりかける日だったから、まあ、そんなに焦るでもなくかけたかなとは思ってます。いや、あれすごいですもん。ありがとうございます。いやいやいや。ちょっとバン行きましょうかね。ちょっと固定概念崩していただきたいのは、木片の方が縦に長いです。そうなんだ。そうなんですよ。ちょっとバランスをね、意識してみてください。なんかちっちゃく描いた方が綺麗に描きやすいのか。字全体をですか？それとも、どっちかだけ？あ、文字自体。あー、まあまあまあ、でかく描くよりは。絵もそうで、うん、スケッチとかこうちっちゃく描いた方がこう全体のバランス見やすいから、うん、エスキースって言って設計図的な、うんうん、図案考えるときは結構ちっちゃく描いて、そのバランス見やすくしたりするんですけど。はいはい。文字ちっちゃい方が。でもなんかちっちゃい版と大きい版で文字のバランス若干変わりませんか？そうですね。なんかその字の線の太さというか、まあ、密度が変わるから、この間も喋ってましたけど、そのちっちゃいラフ画とでかくした時と全然イメージ違ったみたいなこと言ってましたもんね。だから元々は写真模写だったけど、うんうん、その模写すればいいかって言われるとやっぱそうでもないのかなとか、その写真を元に描くけど大きいところで映えるようにもうちょっとなんかバランス考えたりとか、うん、その前ディズニーの建物の話が出ましたけど、はいはいはい、本当にそういう感じで上の方になるに従ってなんかちっちゃくすれば絵自体を大きく見せられるかもしれないし、逆に上の方をちょっと大きくすれば一つの視点で見た時に絵自体のバランスはよく見えるかもしれないし。うん、なるほどなるほど。そう、なんか見る人がどこに立つかっていうのもね、計算するの大変ですよね。さあ、どうですか？かなりいい感じになった。あ、すごい！いい！上手！だいぶ変わったでしょ。だいぶなんか思ってたその完璧な文字違ったなって思います、うん、あ、そうなんだ。ただ気づいたのが、何何、絵を描くためにこう真っ直ぐ線角度っていうのがこう染み付いてるから、はいはい、強制的にこう線が真っ直ぐに戻ります。マジで。今の字だったら何、こういうとことかってこと？あ、この木の盾。あ、木の盾。これね。ここ本当はもうちょい
左、はい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 、もうほんの若干ね、結構まっすぐにしたくなっちゃう。あー、いや別にいいと思いますよ。まあ そんなね こんななったら逆に気持ち悪いから。カタカナ、カタカナのが簡単ですよ。だからどうですか、本当だって漢字が元になってるわけだから。そっか、ひらがなよりは書きやすい。あ、そう、ひらがなが一番難しいんですよ。よく考えるとあとか意味わかんないですよね。NHK でデザインあっていう番組ありますけど、はいはいはい、ありますね、あだけで映えるじゃないですか。なんかそのくらいの複雑さを持ってるんだなって。いや確かに確かに、結構そう、あーすごいな、あーとか、こここんなに尖るんだって思って今。そう、結構ね鋭いんですよ、ここ30度ぐらいかな、尖り、お角度30度。あ、めっちゃいい、すごい、いいと思います。そっか、ここに角ができて、結構右側の情報量が思ったより多いから、左の配慮も左に。めっちゃ分析する。面白いな。え、伸ばし棒やる？やるか、はい。伸ばし棒を書くの初めてだな、これで。まあ、ちょっとあれですね、この最初の打ち込み、グッて筆が入る感じなんですけど、それが入るとちょっとかっこいいかな。チョークで打ち込みが書けるのがめちゃくちゃすごい。いや、これ多分書けてないと思うけど、ちゃんと。なんか筆とも癖違うじゃないですか、もう全然。うん、それはそう。本当は黒板で参戦すればよかったかなって思っちゃうくらい。あ、いいいい、オッケー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 。暗いですか？うんうん、いいと思う。ラナさん、黒板で参加すればよかったって言ったけど、家に黒板あるんです？家にはないです。あの、アトリエに、あ、はいはいはい、ちょっとした板みたいな黒板並んで、ちょっとした板、へー、センターに売ってる黒板塗料をこう、うん、ローラーで塗って、うん、ハイブペイント用に板でこうお手製の黒板作ることはあるんですけど、はいはいはい、ちっちゃい黒板もなんか日学さんがくれたこういうちっちゃい黒板を持ってるんですけど、あの可愛いやつね、なんか黒板消しもすんごいちっちゃいやつですよね。あ、そうそう、ちっちゃいやつ、あれ欲しいの、ついてたんだっけな、へえ。ああいうのは持ってるけど、大きい黒板がすごい欲しくて、塾をやってるんですけど、うんうん、ホワイトボードなんですよ、はい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 、カーペットを敷いちゃったんで、ああそりゃそうか、確かに。それなら塾だから書きやすいし消しやすいから、うん、それを使ってるんですけど、なんかここくらいは黒板欲しいなってめっちゃ思ってます、うん。配信とかに使って、確かに楽かもね、はい、たまに文化会館から借りたりします。へえ。ともほぼいいと思うけどな、まあ、長さのバランスだけ気をつけちゃえば。このくらい、じゃーん、その下段の真ん中が好きですね。このくらいでいいのか、それぐらい。このくらいなの、うん、でいいかなと思うんだな、うん。じゃあ5文字終わりましたので、おさらいということで、最初と同じように書いてもらいます。OK です、できました。はい、じゃん、おー、すごい、めっちゃ綺麗。え、良くないですか、いい感じになりました。いや、超いい感じ。ちょっとなんか、うん、元だったらどうバランスよくすればいいか分かんなかったけど、今はこう直せば良くなるかなっていうのが分かります。うん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 、すごい綺麗、いいじゃないですか。疲れました？結構集中しました。絵と違う集中の仕方。なんか見て写してる時は、うん、模写と同じ感覚なので、いつも通りに写せばいいやっていう感じだったんですけど、なんかそれを思い出しながら描くっていうのが面白くて、結構黒板アートっていうあんまり普通使わんだろうっていうこの文字列でこんなに情報があったのが、うんうん、すごい嬉しい。何よりです。今日はその黒板アートの話しつつこの字も書きましたけど、いかがでしたか？いや、もうめっちゃ面白かったです。てか、なんか思ったより、うん、あの文字教室をしっかりやってもらえたなっていう感じがしました。よかった、すごい。いや、嬉しいですね、ありがとうございます。綺麗な文字っていうのはすごい憧れがあって、高校生の時にあのすごい綺麗な文字の先生がいて、うん、その個人的にこの文字のファンで文字のファン、内容は全然入ってこないんですけど文字ずっと眺めてた記憶あります。面白いな、それ。なんか文字綺麗な人ってただ文字が綺麗だと思ってたので、うん、なんかそのコツの一部っていうか、こういうのを気をつけて書いてるっていうのが知れて面白かったです。ああ、なるほどね、そういうことか、そういうことか。面白いな、見てるところが面白い。いや、
お疲れ様でした。じゃあ今日はラナさんと黒板アートについて喋りながらいっぱい描きました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。